どうもタブヤンです。ファミコンクソゲー100選、今回はドラゴンバスター2闇の封印プレイしていきたいと思います。1989年ナムコさんの作品。なぜこんなね、メジャーなゲームをっていう思われるかもしれませんが、まあ私の趣味と偏見と独断でね、決めておりますのでご了承ください。クソゲーかどうかはね、あれ入れない、あ、セレクトボタンで入れるんですね。クソゲーかどうかの判断はみんなそれぞれあると思います。これね、私の理由としてはこのゲームとしてはね、よくできてるんでしょう。倒した、危ない。初代ドラゴンバスターがね、好きすぎてね、あーやられちまった、もう一回か。好きすぎて、ん？取れないのかこれ。あ、ヒアになった。でもね、弓使いにはならないでほしかったんだよね。敵だ今の敵だ、アイテムに見せかけた敵。いやでも初代が好きすぎますね。初代のなんかマップを増やしただけでもねえ、あ、鍵ゲット、アイテム持ってる。ちょっとしたなんかリニューアルっていうかね、それだけでも十分遊びたいぐらい初代が好きなんでね。あっと、一撃で倒した。あれ、鍵使うんじゃないのこれ。え、ああ、セレクトで出てた、なんか取った、斧取りました。あ、斧はあれでしょ、こういうとこ使えるんだよね。ほら、でここはセレクトで入る感じですかね。 OK。いやもう他のクソゲーとは比べ物にならないぐらいのね、完成度だけど。あ、もう鍵ゲット、やばい、死ぬなこれ、気をつけないと。音楽ないの寂しいね。おっと、ゴールじゃないのこれ。おお、自分の弓に当たっても死ぬんだ。自分の弓に当たっても死ぬのか。あ、また当たった。くふふ、むやみに無駄打ちできないって、窮屈ですね。あ、いたいたいた。襲われ、なんか爽快感がないんですよね。これ何期？残機は。あ、ラスト？主人公カールって言うんですね。鍵持ってるから、あ、セレクト押すのか、なんだ。でこれまた斧を使う。オッケー、これドラゴン戦か。わあ、このゲームでドラゴン戦まで来るの初めてかも。一面のドラゴン、あー、どんな戦い、やっぱり敵との戦闘かな。それがちょっとね、ちょっとじゃないね、めちゃくちゃ私は合わないな、これ爽快感がない。盾？これ、あ、バリアっていうか、これなんでラストダンジョンはドラゴン戦じゃないのかい。ラストダンジョンなんだろうねここ。
ドラゴンと戦いたいよ。でっかいドラゴンと。あ、バリア切れた。広いねー。よし、なんだこれ、なんかっぽいな。なんか、なんかありそうだね、ここ。違うのか。よし、跳ね返りで倒せばいいんだな。あ、一周したのか、これで。危ない、逃げればいいだけでしょこれ。オーケー。どこだ、行ってないとこ。あ、全部行った。行ってないとこ鍵取らないといけないのかな、最終面も。で、普通のダンジョンと一緒じゃんね。ドラゴンと戦いたい。でかいドラゴンと。いないのか、ボスみたいなやつが。お、危ない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 、やられたくない。なんだこの赤い、ゴールかなこれ。あ、回復の泉だ。いや、それはいいけど、ゴールはどこだ？全部行ったんじゃないの？行ってないのか。行ってない場所があるんだな。ループしてるね。ループしてる。全然わかんないこれ。マップみたいな。で、これ弓に弾数制限あったんだね。もう全然わかんねえな。音楽ないのも寂しいね。画面がちょっと揺れてるのも。これかな。なんかこれにセレクト、違うね。なんかセレクトがね、入り口のあれだから。回復の、あ、こっち行ってないぞ。おお、こっち行ってないな。本当に行ってないのかこれ。で、おお、ボスっぽい。あー、来たー、これだ、これを待ってたんだぞ。あ、右足、右、危ない危ない危ない。あ、出れない場所、場所が出れない。くわっちゃ、倒したか。倒したー。やっぱりドラゴンいましたね。ドラゴンバスターですから。おお、なんだこれ。やっとドラゴンバスター2のタイトル画面っていうことか。え？世界に平和が戻ったみたいな。エンディング？じゃないよね。一面クリアだよね。ザ・リアル・バトル・スタート・フロム・ヒア。リアルな戦いが始まったみたいなことかな。知らんけど。ああ、そして次の面に行くみたいな感じですか。ということで、いかがだったでしょうか。ドラゴンバスター2でした。ファミコンクソゲー100選、こんな感じで私の独断と偏見と趣味でこれからもチョイスしていきたいと思います。それではまた次のファミコンクソゲー100選でお会いしましょう。さよなら。ドラゴンバスター初代やりたい。